休憩前に引き続き会議を再開いたします。田辺議員。皆さんこんにちは。日本共産党の田辺学です。通告に従いまして一般質問を行います。岸田首相がを議長とするグリーントランスフォーメーション GX 実行会議は昨年の12月22日新たな原発推進政策を含む基本方針を決めました。これは政府自身が可能な限り原発依存度を低減するとしてきた立場から原発再稼働の加速、老朽原発の運転期間延長と新規原発建設という原発推進への大転換に他ならないことであります。東京電力福島第一原子力発電所事故の反省も教訓も投げ捨て、新たな原発安全神話そのものであり、このような原発回帰を断じて許されません。日本社会を将来にわたり原発に縛りつけることは、世界有数の地震・津波多発国のにいる国民の生命と財産、経済、社会を危険にさらすものであり、今なお原発事故で苦しむ多くの人々、原発ゼロの日本を望む国民多数の思いを踏みにじるものにほかなりません。こうした重大問題を国民的議論も国会での議論も避け、国政選挙で問うこともなく、首相の号令の下で、参院選から5ヶ月のわずか5回の会議で、財界や原発業界、大手電力会社の要求を丸呑みにし、結論ありきで勝手に決めるなど、到底認められません。政府は電力の安定供給、脱炭素など、原発最大限活用を口実としておりますが、限られた時間内の需給逼迫に必要なのは、需要の急増、急減に対応できる柔軟である電源であり、出力調整ができない、この原発ほど適さない電源はありません。すでに EU で実施されている大口需要の時間調整、いわゆるデマンドレスポンスや蓄電システム強化や、省エネルギーこそが対応すべきであり、2030年までのに二酸化炭素排出量を世界で半減させることを求められているとき、2030年以降という新設原発では全く間に合いません。原発回帰は再生可能エネルギーの普及拡大の妨げとなり、気候危機を打開し持続可能な社会を目指す上でも、重大な逆流となります。使用済み核燃料など、処分困難な核のごみ、これが増え続け、将来世代への負の遺産、これを増やすことになります。日本の希望ある未来のために、原発ではなく、省エネとともに、再エネの全面的な活用にこそ尽力すべきであり、東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生からもうすぐ12年となりますが、汚染水問題の解決や核燃料デブリの取り出しなどの事故収束の道筋は未だに不透明な状況の下で、事故現場では廃炉に向けて作業が進められております。このような状況の下で、中国電力は建設に固執し、政府の原発政策に追従する村岡知事は、昨年の11月28日に3度目の埋め立て免許の延長を許可しました。これは40年間、地元の自然と安全な暮らしを踏みにじるものであり、許されるものではありません。上関原発の建設は地元だけではなく、30キロメートル圏内に入る我が光市民の暮らしと安全を脅かすこととなり、光市民の大多数から反対の声が寄せられております。
これまで市川市長は現状では賛成できないとして、その理由の一つで原発の放射能廃棄物の処理が未確立と挙げておられます。この見解に基づいて質問の1項目目、上関原発建設計画についてのうち括弧1、上関原発建設計画の光市当局の考え方について改めてお聞きしたいと思います。続きまして、光市においては光市まちづくり市民アンケートを実施しており、皆様が日頃から感じておられることをお聞きすることで、まちづくりを進めていく上での市民意識の変化などを把握するとともに、市の取り組みを評価・検証し改善につなげていくための実施するものと理解しております。しかし、光市民の最も関心の高い上関原発建設計画に係る項目が皆無である。そこで括弧に、光市まちづくり市民アンケートへの上関原発建設計画の項目を加えていないことについての説明をしていただきたい。続いて質問の2項目、光市の教育費及び教育行政の在り方についてに入っていきたいと思います。令和5年度光市の新年度予算案の教育費予算額によると、教育費においては21億8454万円であり、令和4年度当初予算額18億1807万円、対前年度3億6646万円の増額予算案を計上しております。令和5年度の基本目標として、学校施設長寿命化計画推進事業による4億3672万円を計上しており、また、学校給食費負担軽減事業として1000万円を計上し、大変評価しているところではありますが、昨年の学校施設長寿命化計画推進事業として1億1550万円であり、差し引き3億2122万円でありますので、令和5年度においては、学校施設長寿命化計画推進事業の増額分が主なものであると考えられます。そこで、総務省が公開している令和2年度各市町村の財政状況資料によると、教育費の住民1人当たりのコストにおいて、全国平均が6万3987円であり、山口県平均が5万5511円、光市の教育費は3万4832円であります。各市町村の財政状況資料では、全国平均が増加している状況の中において、光市の教育費は、類似団体84自治体のうち、84分の83であります。これは教育に関する市民1人当たりの単価が、光市は大変低い状況であり、教育費予算の拡充がまだ必要であること、さらに言えば、下松市と光市を比べた場合に、下松市に家を持つ子育て世代が多いということは、何年も前から学校職員室などで話題となっていることをお聞きしております。児童数の減少で教職員数が減り、1人当たりの仕事量が増え、教育の質が低下し、教職員の多忙化に伴う離職やメンタルヘルスの管理など、このような悪循環を危惧しております。また、光市にある16施設の学校施設の整備や充実など、放課後児童クラブの環境改善など、就学援助率などの観点から、括弧1、光市の教育費予算の考え方についてを説明していただきたい。続いて、昨年12月議会の一般質問において、学校給食費が一般会計歳入歳出に一元化され、学校給食費の無償化、一部減免等、
光市独自の子育て支援策を講じることを求めました。先ほども学校給食費負担軽減事業として1000万円を計上し、大変評価しているところではありますが、さらに踏み込んで、急激な物価高騰により、学校給食費が保護者の負担とならないよう、軽減措置を実施していただきたいところであります。全国の地方自治体が、学校給食費の無償化、一部減免等の施策を取っている中で、令和5年度においては、括弧に、光市の学校給食費の無償化、一部減免等の施策について、どのように考え、議論されたかを説明していただきたい。続いて、無償であるはずの義務教育にかかる私費負担の部分、これが隠れ教育費と呼ばれております。大きな問題となっております。小学校入学から中学校卒業まで、さまざまな費用負担が保護者に課せられております。膨大な指定品、増え続ける補助教材、部活動費、旅行や学校行事などでありますが、学校が必要だというのだから負担して当たり前と無自覚となりがちではあります。この隠れ教育費とは、一人の子どもが公立小中学校に通うために必要とされる費用で、負担していても見えなくなっているものなどと定義されております。そこで、括弧3、光市の隠れ教育費の保護者の費用負担の認識についてをお伺いいたします。以上で壇上からの質問を終わります。岡村政策企画部長。それでは、質問の1番目、上関原発建設計画についてお答えをいたします。まず1点目の上関原発建設計画に対する市の考え方についてでございます。先行議員に申し上げました通り、現状では上関原発に賛成できないという考えであり、これまでと変わりはございません。次に、まちづくり市民アンケートに関するお尋ねでございます。議員ご案内のとおり、まちづくり市民アンケート調査は、まちづくりに関する市民意識や市民満足度の推移等を把握し、総合計画に掲げる各種の成果指標の達成状況を図ることを目的に実施をしているものでございます。こうしたことから、基本的に毎年同じ設問としており、原発に関する設問については設けておりません。以上でございます。田辺議員。はい、国の方が原発推進に動いたんでですね、改めて今回質問させていただきました。市長当局のもう考えは変わらないことはもう私も存じてはおりますけど、やはりこういった周辺自治体危険なんでですね、そういったところを確認の意味で今回質問させていただきました。そんな中で原発がいかに危険なかというところをちょっと私長くなりますけどちょっと読ませていただきます。2011年3月の東京電力福島で、第一原発の炉心溶融、その原発事故の経験して、老朽原発は廃炉にする、また原発の新増設は考えていないと、福島原発事故以来、歴代の政府が決め、言い続けてきたことを、岸田政権はこの昨年の7月に参議院選挙が終わった途端に、国民に問うこともなく、国会の審議も抜きに180度ひっくり返したというところであります。そもそも東日本大震災の 前年の2010年の第3次エネルギー基本計画では、原子力を積極推進し、具体的な取り組みとして原発の新増設
リプレイス更新、これを掲げておったんですけど、福島の第一原発の炉心猶予、その爆発、事故で原発推進も振動せず、先ほどのリプレイスも国民世論の世論のが許す状況ではなかったというところです。さらに言えば、ロシアのウクライナ侵略による国際のエネルギー市場で混乱に乗じ、この電力不足や電気料金の値上がりを口実に、原発の推進、危険な老朽原発の運転を一気に進める GX 基本方針、これを国は決めたというところ。この方針の中で、経年劣化による安全上のリスク、また運転40年の規制についても説明することなく、法律による原発運転期間の規制を緩和、阻止しようとして、政府が東電と重大事故が起きているのにもしていたこの 3.11 地震と津波に対応できず、崩壊、炉心溶融になり、爆発した、福島第一原発は、この1号機がちょうど40年だったわけです。それで損壊した中で、一番新しい4号機においては31年であったというところもあるんです。そもそもが40年経って安全だというところも論外であって、この関西電力の美浜原発3号機は、運転開始から19年で、2004年に配管が破裂して死亡者5人、重傷者6人を出すという重大事故、これを起こしていると。これは高温高圧の水流により、1センチの厚さがある配管、これがわずか 0.4 ミリになったと。それで削られて圧力に耐えられず破壊されたと。そもそも原子炉そのものが、交換できずに、原子炉の圧力容器の壁はいわゆる中性子照射で脆くなると。さらに言えば、大型飛行機の衝撃に耐えられる格納容器とか、溶融した核燃料を受け止めて冷やす装置、こういったことを設置するなど、欧米並みの基準を満たしていない原発は大変危険であるということ、このような原発を実態を無視して原発の新設と危険な老朽化原発の運転を一気に進めるというこの GX 基本方針、これは世界有数の津波国、地震国である日本で、原発の推進は論外であるというところです。さらに言えばですね、六ヶ所村の再処理工場敷地内に溜まっている燃料、使用済み核燃料、約3000トン、これは原発の30基分であります。本格稼働すれば、通常の原発から出る放射能の1年分を1日で出すとされている。万が一ではなく、数千年に一度の大型、大陸棚断層が動き、この再処理工場が破壊された場合、六ヶ所村の、その影響は地球の北半球が、この半球の生物が全部滅び、人類の生存にもかかるとなっていると。こういった日本の原子力関係者、そして政治家、これ人類に対してどういう責任を取るつもりなのかと、こういったことが起きた場合、それも近辺にそういった装置ができるということ、これはやはりどうしても質問せなければいけないということで質問しました。その再処理工場で並んで核燃料サイクルの要での施設であった高速増殖炉のこの文殊、これも廃炉が決まったということで、政府は代わりにこのウランとプルトニウムの混合燃料、MOX 燃料、これを軽水炉で燃やすプルサーマル計画で、核燃料サイクルを維持しようとしておるけど、
この MOX 燃料は格段に高価で経済性が成り立たないと、こういった問題もある。だからこの上関原発問題については周辺自治体でもっともっと議論して行うべきだというところであります。1の質問、次に行きます。市民アンケート、先ほどの答弁でありましたけど、市民の関心があるなら市民アンケートの項目にこの原発問題は設けてもよいのではないか、そのあたりをもう一度お聞きしたい。岡村政策企画部長。市民アンケートでございますが、先ほど申しましたとおり、総合計画に掲げる、各種の成果指標の達成状況を図ると、こういうことを目的にこれは実施をしておるもので、アンケート自体一定の目的役割を持たせております。こうしたことから、取り扱う項目については社会的な関心の高い低い、こういったこととは少し切り離して考えるべきではないか、考えたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。田辺議員。総合計画にのっとって市民の関心が高いとか言うんですけど、過去にその原発に関するアンケートの調査等光氏が実施した経過はあるのかと、このあたりをお願いします。岡村政策企画部長。過去に実施したアンケートということでございますが、かなり前にはなるんですが、平成10年8月に、当時の市民アンケートの中で、自由記載方式でご意見をいただいたといったような経緯はございます。ただこれはですね、当時周辺市ということで、県知事からこの上関原子力発電所建設計画に対する意見聴取が予定されておりました。こうしたことから市民の意見や考えを広く把握して県への回答の際の参考にするというようなことのために行ったものでございます。以上でございます。並びに、私が持っている資料によると、この平成11年の4月の広報には、これ約22年前なんですけど、福島原発から12年だから、その倍の前なんですけど、これで原子力発電所の建設計画についてのこの市民アンケートがあります。この中に486人の答えておられた。この中にはかなりの方がやっぱりちょっと反対しているという部分があります。このあたりの結果については公表されているのかというところをお願いします。岡村政策企画部長。結果の公表につきましては、平成11年4月25日号の広報の中で、数字等の結果を公表させていただいているところでございます。以上でございます。田辺議員。私今計算してるんですけど、このアンケートの当時は約 60%、 486人が回答して 60% はちょっと原発は賛成ではないという形です。このあたり、注視してお願いしますね。確認するが、この総合計画の進捗を図ることを目的とした市民アンケートを先ほども実施しているという答弁でありましたけど、それではなぜ第三次、総合計画に上関原発に関する記載はないのかと、もう一度はっきり教えてください。岡村政策企画部長。総合計画に、その記載がない理由ということでございますが、まずは原発をはじめとするエネルギー政策、これについては国の責務で、実施されるものでございます。一方で総合計画については、光氏が取り組む行政分野全般にわたって、必要な施策であったり、事業であったり、
その経過期間内にあるおける取り組みの方向性などをまとめたものでございます。まあ、原発、上関原発に関しましては、光氏が直接的に関わる立場ではなく、現状関係する事業等もないのでですね、現在総合計画の方にはこういった記載はしておりません。以上でございます。田辺議員、今日一般質問で2人の議員がこの上関原発について質問したわけですよ。2人の議員の支持者はかなりいます。そういった中でですね、この総合計画に記載がない、このあたり上関原発建設計画に向けたさまざまな動きがあったら、今後は総合計画にもしっかりと考え方を位置づけて、市民意見としても定量的に把握していく必要があると私は考える。改めて、調査を叱り師として実施する考えは今後あるのかないのか、そのあたりをお願いします。岡村政策局部長。繰り返しにはなりますが、市民アンケートについては、先ほど申し上げたような目的を持って行うものでございます。現時点におきましては、議員汚染のような項目を設問に加える、という考えはないです。以上でございます。田辺議員、はい、この今日本日2人がその上関原発の質問を行ったということは重いと思います。私はそういった中で、どんな形でもいいからね、そういった市民の声をお聞きして、行政としての立場もちゃんと立場を持って行っていただきたい。現状の国の行うこのエネルギー政策として、原発の新設と危険なこの老朽原発の運転を一気に進めるこの GX 基本方針、この世界有数の地震国、津波国である日本のでのこの原発推進は私は論外と思いますのでですね、改めてアンケートの調査、控え室として実施しないことについては、私は看過できないので、ぜひとも他の形でもいいから、それを行っていただきたい。一の項あります。桝教育部長。それでは、ご質問の2番目、光市の教育費及び教育行政の在り方についてお答えいたします。まず、1点目の、光市の教育費予算の考え方についてでございます。令和5年度の教育費予算につきましては、小中学校の教育振興や管理運営整備に関する費用、青少年の健全育成や文化財の保護、放課後児童クラブの管理運営に関する費用、スポーツ活動の推進や学校給食センター等の管理運営に関する費用など、合計で21億8454万2000円を計上しております。いずれの費目も経常的な経費に加え、ただいま議員からございました教職員の多忙化の解消など喫緊の課題の解決に向けた取り組みや、学校施設の整備充実、放課後児童クラブの環境改善、就学援助費の確保等、教育環境のさらなる充実を図る取り組みなど、多様化する教育ニーズや市民ニーズ、課題等に対応した予算措置を行っているところでございます。その他にも特別な配慮を要する児童生徒へのきめ細かな指導体制を確保するため、光っ子サポーターを増員し、支援体制の充実強化を図るほか、中学校部活動について休日の段階的な地域移行を目指すため、関係団体間の調整を行うコーディネーターを配置するなど、新たな取り組みも進めていくこととしております。今後も引き続き光市教育大綱や光市教育振興基本計画に基づく施策を着実に推進するとともに、教育行政の諸課題を的確に捉え、教育費予算の適切な執行に努めてまいりたいと考えております。次に2点目の、光市の学校給食費の無償化、一部減免等の施策についてお答えいたします。
本市の学校給食費は平成26年4月の改定以来、仕入れ食材の選定やメニュー、調理方法の工夫等により、1食あたり小学生246円、中学生288円を維持しております。学校給食にかかる経費の負担につきましては、学校給食法において、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、並びに学校給食の運営に要する経費は学校設置者である市の負担とし、これら以外の学校給食に要する経費は保護者が負担すると規定されていることから、本市ではこの規定に基づき食材にかかる費用については学校給食費として保護者に負担していただいております。一方、一定の要件のもと就学に必要な支援として学校給食費の援助を行っており、一部の保護者につきましては負担軽減を図っているところでございます。こうした中、令和4年度においては急激なインフレや円安による物価高騰に伴う保護者負担の軽減策として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、12月補正予算で賄い材料費1000万円を増額することにより、学校給食費の改定によらない食材費高騰への対策に努めてまいりました。議員からは令和5年度においての学校給食費の考え方、議論についてのお尋ねをいただきました。議員仰せのとおり、一部の自治体で学校給食費の無償化や一部減免という施策を実施しているのは承知しておりますが、本市においては無償化を実施するための継続的かつ安定した財源の確保が困難であることから、現時点におきましては食材にかかる費用については学校給食費として保護者の皆様に負担していただきたいと考えております。なお、令和5年度におきましては市長が施政方針で申し上げましたとおり、児童生徒の成長に必要な栄養を損なうことなく、また家計への新たな負担を生じさせることなく、安心して給食を提供できるよう、令和4年度に引き続き給食食材費高騰分1000万円を市が負担する学校給食費負担軽減事業を市民満足度向上事業の一つとして実施することとし、当初予算案に計上し本議会にお諮りしております。この学校給食費負担軽減事業により、現在の学校給食費を維持し保護者の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。最後に3点目の光市の隠れ教育費の保護者の費用負担への認識についてお答えいたします。議員にもご紹介いただきましたが、子どもの学校教育のために保護者が負担する費用としては、現在小中学校において学習指導効果をさらに高めるため多くの教科で使用している学習帳や資料集などの補助教材や、各教科などの授業で必要な文房具類、体育用品、楽器などの学用品費等、修学旅行や校外活動に要する費用や運動会などの教科外活動費、制服や通学用品の購入費用などがあるものと認識しております。こうした物品等につきましては、保護者の皆様に経済的な負担が発生しておりますことから、例えば補助教材の選定にあたっては文部科学省通知や光市立学校管理規則により保護者の負担が過重にならないよう一定のルールの下で取り扱っている状況でございます。このような学校教育活動において必要とされる経費のうち、個人が所有するもの、またはそれから生じる直接的利益が児童・生徒に個人に還元するものなどにつきましては、現在保護者の皆様にご負担をいただいておりますが、今後も引き続き適正な運用に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。田辺議員。はい、はい、分かりました。ちょっと質問します。
光市の教育費予算の考え方なんですが、3つの観点、16施設の学校施設の整備や充実と、まあ、放課後児童クラブの環境改善と、また就学援助率などの答弁より、中でも私が気になるのは、学校施設について詳しく説明を再度お願いしたい。松教育部長。再度のお尋ねをいただきました。学校施設について詳しくということでございます。本市の学校施設につきましては、児童生徒の安全安心や防災の拠点としての視点からの整備をはじめ、国のギガスクール構想に対応した通信環境設備等の整備、教室等へのエアコン整備、トイレの洋式化など、児童生徒が快適に学ぶことができる教育環境の整備充実に、これまでスピード感を持って対応してきたところでございます。また、令和5年度予算におきましては、ご紹介もいただきましたが、学校施設長寿命化計画推進事業として、三井中学校校舎体育館の外壁改修等の長寿命化対策改修、室積小学校の屋根防水等の改修、さらには浅江小学校、島田中学校の体育館の床、こちらの改修など、建物の構造体の劣化対策、また耐久性の強化を計画的に実施し、児童生徒の学習環境の改善に努めてまいりたいと考えております。また施設一体型の小中一貫大和学園につきましては、令和5年度中に基本計画を策定することとしておりますので、その策定にかかる経費もお上がりしているところでございます。以上でございます。田辺議員。ここで議員の皆さん、まあ、執行部の皆様にもお伝えしておきたいところがあります。私どもが教育費の歳出総額を山口県市長課ホームページで公表されておる、平成28年度から令和2年度までの地方財政状況調査によって、光市と下松市の教育費歳出額を比較しました。直近5年間で歳出総額計光市81億6870万円、下松市直近5カ年118億9387万円であります。これだけの開きがあると、この光市と下松市の教育費の予算、これはどうように、どのようにこの所管は捉えているのか。この資料も私先に数字は確認してもらいました。この数字で合ってますね。過去5年間でこれだけ違うと、これをちょっと説明していただきたい。このあたりを。松教育部長。ただいま具体的な数字をお示しをいただいて、ご説明をということでございます。議員お示しの地方財政状況調査という調査でございますが、こちらは一定のルールの下で策定をされておりまして、類似団体等、また他の自治体等と比較できるような資料となっております。一方で先ほど具体的な額がございましたが、市の財政状況、いろんな自治体の財政状況、特に学校建設などの投資的経費、こういったものは年度によって大きく変動する要素でもございます。また学校や文化スポーツ施設、幼稚園の数、それらの施設の数や利用される人数等によっても異なってまいります。またその市の政策的、また財政的な事情等により、それぞれの自治体にやはり事情や特徴がございます。さらには金額が多いとコストが大きくなっておる、金額が少ないとコスト削減が進んでいる、そういった見方もできるという一面もございます。ですので教育委員会としては、こちらの数字については一つの参考資料というふうに捉えております。今後も、まあ、先ほど申し上げましたが、多様化するニーズ、これに的確に対応していくほか、まあ、今ご紹介いただいたような資料も活用しながら、他の市町や
類似団体の政策等も参考にしながら、光市の教育の環境の充実のためにハード、ソフト両面から取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。田辺議員、はい。まあ、仮に単年度で、まあ、2億円とすると、2億円 のとする、これで5万人の場合は、5万人として、まあ下松は5万ちょっと超えてますけど、光市は5万ちょっと切ったんですけど、5万人と考えて2億円でどれぐらいの開きがなるんですか、そのあたり、まあ、住民1人当たり今の、まあ、加算されるとして、まあ、光市が2億多いとする、そうしたときにこの2億の割合が住民1人当たりでどれぐらいに加算されるということ。松教育部長、再度のお尋ねをいただきました。2億円を5万という数字で割ると4000円という数字が出てまいります。以上でございます。田辺議員、まあ、単年度で考えても、5年間の開きがこれだけあって、まあ、先ほども壇上で言ったけど、この光市は3万1867円なわけで、それで下松は6万6127円、投資的な経費があったとしたってね、2億で4000円、だからもっと下松に近づくわけとは言わないけど、この低い84分の83の自治体というのがどうかというところなんですよ、ね、このあたり、もしそのぞれの市の事情眼科がありましたらお願いします。マスケ教育部長、それぞれの市の事情ということでございます。まあ、教育費ということでちょっと少し細かい話になるかも分かりませんが、先ほどご紹介いただいた令和2年度の決算におきましては、まだ給食の方の経費が公会計ではなく私会計であったというようなこともございます。またコミュニティセンター、まあ通常の市であればまあ公民館というケースが多いんですが、公民館であれば教育費ですけれども、当市の場合はコミュニティセンターに移行したということで総務費で計上されておると、そういったような事情がございます。以上でございます。田辺議員、で公民館、コミュニティセンターでも2億ぐらいの予算じゃないんです、そのあたりじゃね、そのあたりの公民館コミュニティセンターの予算的には2億、仮に4億あるとしたって8000円上乗せされるだけでしょ、それだから、市長部局にあるんですけど、教育委員会部局に入ったとしてもね、それが4億の予算を持ってるとしても8000円上乗せするだけなわけなんですよ、これ。ね。それで、これ、令和2年度には、ね、教育費は2億入ってないけど、それでも4000円なわけなんですよ、結局、人口で割ったら。ね。そのあたりなんですよ、問題は。だから、この数字をね、よく考えてもらいたいわけです。ね。まあ、市の事情も今、伺ったけど、私はあくまでこの増額を目指していただきたいと、この考え方で、公税費や額についての目標を立てるとか、そういった考え方はないの、そのあたりお願いします。松教育部長。再度のお尋ねをいただきました。まあ、具体的な目標というようなお尋ねであろうかと思います。先ほども申し上げましたけれども、予算、決算、まあ、教育費につきましても、一般会計全体にいたしましても、その年に実施するような事業、こういったものによって変動がかなりある部分もございます。こうしたことから、まあ、具体的に何パーセントであるとか、何億円であるとか、というような目標を立てるのは困難であろうかと考えております。しかしながら、まあ、議員ご提言の趣旨というのは、まあ、教育費のさらなる充実によって、教育環境を充実、発展させていくということであろうかと存じますので、今後とも教育費予算の、確保、執行に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。北辺議員、まあ、教育費予算は今後はお願いします。まあ、5年間で、歳出総額が、まあ、光市が81億7000万、それで下松は118億9000万、
このあたり、逆に言うと光市の歳出は下松市の 43% ということ、教育費がさらなる光市には充実が必要であることを私はここで訴えています。続きまして、給食費。この度学校給食負担軽減策として1000万円、この計上していただいて、本当に大変評価しております。令和4年度は、国の地方財政、地方創生臨時交付金を活用したと、令和4年度は。令和5年度、この財源についてはどのような財源になるのですか。桝教育部長。財源についてのお尋ねでございます。令和5年度につきましては、一般財源、これを想定しております。また今後国の物価高騰の対策等も注視しながら新たな交付金等ありましたら活用も検討していく必要があるというふうに考えております。以上でございます。田辺議員。一般財源というのは分かりました。今後はいかが考えかと。今後もそういった形で、今物価高騰も長引いております。そのあたりは どういうお考えを持っております。マス教育部長。今後の見通しということで、お尋ねをいただきました。令和5年度について、申し上げますと、食用油、牛乳等引き続き食材費の高騰が続いております。そして、今後これがどのくらい続くのかとか、またさらに上がるのか下がっていくのか、この辺の見通しを申し上げるのはかなり困難ではございますけれども、5年度につきましては、市長が申し上げましたように家計への新たな負担を生じさせることないよう、学校給食費の負担軽減策を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。田辺議員。はい。12月議会前回でも聞きましたけど、この令和5年度においては学校給食費の無償化についての考え方、どういった論議をされたか、このあたりお願いします。マス教育部長。どのような議論というようなことを尋ねであろうかと思います。無償化を実施するということは、先ほども申し上げましたけれども、やはり継続的に、また長期的な財源の確保、この条件が整っていることが大前提であろうかと思います。ですので、慎重に検討する必要があるということで考えております。そうしたことから、これは繰り返しになりますが、現時点においては、こうした財源の確保は困難であると。いうふうになっておりますので、現状においては学校給食費として保護者の方にご負担いただくということでございます。以上でございます。田辺議員。先ほどはもう教育費のことをだいぶ言ったけど、困難、給食費でも困難となると、給食費、減免なり、1000万今回入れてもらった入れて、一般財源からやってもらうけど、今後はこの一部減免など、12月にも言ったけど、こういった政策などの考えも出たのですか。その 5年度予算の時 の検討の中で。マス教育部長。5年度の議論の中で出たかというようなお尋ねでございます。そういった、議会でもご質問いただいておりますので、当然検討はいたしております。その結果、この度お諮りしております学校給食費負担軽減事業として、高騰分1000万円を市が負担するということで考えておりますので、これも、一部の無償というような同様の措置であろうかというふうに考えております。以上でございます。田辺議員。それではですね、山口県19市町のうちに、新年度よりこの学校給食費の無償化を行うこの自治体、当局はどれだけ把握しておられますか。そのあたり、山口県の中で、この今回無償化に、5年度から無償化するという自治体、これはあると思うんですけど、それをここでお示しください。桝教育部長。5年度から実施される予定 の自治体の情報ということでございます。本市の方で、報道等によって、承知しておるケースもございますけれども、まず萩市さんが4年度から中学校を実施されておりますが、5年度からは小学校を無償化される。また柳井市が5年度から中学校を無償化、
下関市が5年度から保護者負担を半額以下に軽減、周防大島町、阿武町が5年度から小中学校の無償化を実施する予定というふうに伺っておるところでございます。以上でございます。このようにね、あの周辺の自治体でも このようにあの子育てね、まあやってるわけなんですよ。それでまたもちろん教育費の予算も拡充しているというところなんですよ。そのあたりね、最初の教育費もありますけど、学校給食費も今はあの無償化の流れなんですよ。あの大体が全国的に、それでまああの学習指導養老上では特別活動に位置しておると、この学校給食は、学級活動の一部として明記されているこの教育課程内のことにあたり、もはや現在において教育活動として給食があることは間違いないと。憲法に規定された義務教育費、教育無償の原則に照らせば、少なくとも義務教育機関の給食費については無償であるべきであると。光市においては、早期にこの学校給食費の無償化一部減免等の施策、これが必要であると私は思います。そして、この給食費はもう終わりまして、隠れ教育費に入ります。まあ、保護者負担、保護者による費用負担、これなんですけど、基本的な考え方、光市においてはどのように考えるのか、この目に見えないね、目に見えないあの義務教育課程の中でのその私費負担の部分、この部分については光市はどのような認識があるのか、お願いします。松教育部長。光市の認識ということでお尋ねをいただきました。先ほど少し申し上げましたけれども、文部科学省通知というのが、あの平成27年の3月に、学校における補助教材の適切な取り扱いについてというものを発出しております。それによりますと、これは補助教材ですが、補助教材の購入に関して保護者等に経済的な負担が生じる場合は、その負担が過重なものとならないよう留意ること、や教育委員会への事前の届け出や承認を要するなど、補助教材の内容や取り扱いに関する適正な管理の必要性について示しております。また各学校においては、指導の効果を高めるため、地域や学校および児童生徒の実態等に応じ、校長の責任のもと教育的見地から見て有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であることとされ、補助教材の活用のあり方についても触れられております。こうした考え方は、補助教材のみならず学校教育にかかる費用についての基本的な考え方、こちらになるものと考えております。以上でございます。田辺議員。実際のところはあのどれぐらいかかるかというのは、あの当局はどれぐらいの把握しておられるのか、そのあたりをお願いします。教育部長。実際の負担額ということでのお尋ねをいただきました。文部科学省が調査を行っておりますけれども、令和3年度子どもの学習費調査というものによりますと、修学旅行費や PTA 会費、学用品、実験実習材料費等の学校教育費は、公立小学校で1年間65,974円、中学校では132,349円となっております。以上でございます。田辺議員。だから今私も資料持ってます。それあのね、この報道資料なんですけどね、文部科学省が出したやつ、これ65,000円がかかるんですよ、普通に1年間小学校で。それで中学校で13万かかるわけなんですよ。ね、こういう、このようにかかるわけなんです。
子供を育てるためにはね、このあたりを子育て、ね、のための施策としてやっていかなくてはいけない。じゃないと光市の未来が、ね、子どもたちのためにはそれをやっていかなくてはいけないわけなんですよ。じゃないと皆さんこう光市を選んでくれないわけなんです。そこをお願いしますよ、本当。それだけ数字が分かっているんだから、もう、ね、先ほどの教育費についても全部、それから就学援助費のこの具体的な額について、このあたりはどうなんです？就学援助はまあ普通に行っておりますけど、このあたりお願いします。松教育部長。就学援助費の具体的な額ということでお尋ねをいただきました。本市における令和4年度の就学援助費の支給費目および金額、これ年額になりますが、申し上げますと、学用品費、通学用品費および宿泊を伴わない校外活動費として、小学校は1年生が 13,230円、その他の学年は 15,500円、中学校は1年生が 25,040円、その他の学年は 27,310円、宿泊を伴う校外活動費として、小学校は3,690円、中学校は6210円を上限として徴収する実費。新入学児童生徒学用品費等は、小学校は54,060円、中学校は60,000円、給食費は学校給食費として保護者が負担する額、修学旅行費は小学校22,690円、中学校69,110円を上限として徴収する実費などでございます。以上でございます。ここで田辺議員に申し上げます。残り時間にご注意ください。田辺議員。はい、直近の決算で就学援助率はいくらですか？山口県の平均と光市は比較していくらになってます？松教育部長。令和3年度の数字で申し上げますと、光市が小学校と中学校合わせまして 14.55%、 山口県が 17.86% となっております。以上でございます。田辺議員。全国平均は分かりますか？松教育部長。全国平均は 14.22% となっております。以上でございます。田辺議員。山口県の平均ではやっぱりその低いっちゅうわけですね。全国はまあ全国的にはそうなんですけど、そのあたりの感覚はどう思ってるんですか？松教育部長。県内でのというようなお尋ねであろうかと思います。これはまあ今までの流れでございますけれども、山口県の、まあ、自体がですね、認定率がかなり高いというような状況がございました。その中で、まあ、当時も高い状況がありましたけれども、総合的な見直し等を行って、県内の中で中盤よりちょっと低いような順位になっているというような形になっております。以上でございます。田辺議員。具体的にはその光市が どうなのかというところ、その 14. 点いくら、山口県で17いくらなんですけど、そこのところを教えて。松教育部長。光市としてどうかということでございます。光市におきましては、旧の生活保護基準を用いた算定を、1.3 倍未満でしております。そういった基準については、他市等の状況も参考にしながら努めているところでございます。またこの制度自体をですね、保護者の方にしっかりと知っていただくこと、支援が届くようにすること、これが非常に重要になるということで、新入学の説明会でありますとか、年度をまたぐ前にですね、保護者の方に、周知用のチラシを配布する、また入学されても同様のこと、新入生については通知をするというようなことをしております。そういったことで、真に必要な方に届く支援が届くように努めているところでございます。以上でございます。田辺議員。
まあ、分かりました。もう最後の質問、この隠れ教育費というところ、この保護者の私費負担について、光氏は今後どうするのか、このあたり、援助していくとか、そういったような支援策、このあたりを最後に教えてください。松教育部長。支援していくのかどうかというようなお尋ねであろうかと思います。やはり先ほどの通知の中身も若干紹介をさせていただきましたけれども、まずそういった教材を使うことについての教育効果というものの検証が必要であろうかと思います。またそれを用いても各教科多数ございますので、それが積み重なって保護者の負担が過重にならないようにすると、そういったようなことに留意しながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。田辺議員。分かりました。なかなか難しい答弁がなかなか引き出せないところもありますけどね、最後主張させていただきます。こうやってね、令和5年度の予算が出てしまったという前に、私はもっと拡充した予算を見たかったわけなんですよ、結局ね。だからそういった考えを持って予算をね、今後考えてもらいたいというところ。いろいろな教育にはお金がかかるわけ、ね、だからこういろいろ比較してきたわけなんですよ、ね、そういったところでですね、今後ぜひとも光市の将来のためには、私はこの教育費が鍵になっていると思います。この教育費の部分が鍵になっ なっていると思いますんでですね、ぜひともこの教育費については今後は慎重にね、子育てしやすい光市のために、教育費予算をもっと、ね、実績で弾くんじゃなくてお願いしますね。そのあたり以上で終わります。この際お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会し3月2日に議事を継続いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会いたすことに決しました。本日はこれにて宴会いたします。大変お疲れ様でした。